福島県立福島商業高等学校は福島県福島市マリコにある県立商業高等学校。東北地方で2番目、福島県で最初に設立された商業高等学校。明治の中頃、福島県県北地方は国の主要産業であった。 木織物の取引が盛んであり、外国との貿易をはじめとする商業の知識を有する、者の,の育成が急務だったことや、国の施策により一県一中学校であった時代、中学校は、現在の郡山市にあるしか設立が認められなかったため、そこへ通うことができない、当時の福島町の子供たちに、中等教育を授ける場が必要であったことなどを、 理由として、福島町によって1897年に創立された学校である。昭和30年代前半には、入試合格点がとても高く、ある年度は、全県立高校中1点差で2位となっていたことも、あったことから、商業高等学校ながら、東京大学、一橋大学、東北大学、慶応義塾大学、早稲田大学などへの進学者を出す名門校として、 知られていた。就職者は、日本銀行、東証一部上場企業などへ入るものがほとんどで、県を呼び、市職員となった者も,も多い。また、戦後の学生改革で男女共学化するも、1965年に、福島西女子高校の創立に伴い男子校となっていたため、1995年に、再び共学となるまで、 全国的にも珍しい男子のみの、公立商業高等学校としても知られていた。通称は主に、副将と呼ばれるが、単に、商業という市民も多い。校君は、第2.4代、近藤節太郎校長の言葉、審議全力主義、不当不屈の精神に寄り取ったと言われる、審議、全力、不当不屈であり、現在でも福島県の経済社会を担っていく。 心豊かで信頼される人間の育成を教育方針としている。スクールカラーは仕込んであり部活動のユニフォームやロゴマークに使われている。2020年放送の NHK ドラマ連続テレビ小説エールで古山雄一の母校として舞台となったように昭和初期より各界に多彩な人材を送り出してきた。野球部は 福島県の県立高校の中では全国高等学校野球選手権大会への最多出場を誇る。ありがとうございます。